気無邪気なパワー、不思議無敵素敵アドベンチャー、友情愛情根性それさえあればまた立ち上がれるさ。命バンク間違いねえ。あいつが町で聞いた旅のバンカーだ。しかしついてるぜ、まさかあんなガキンチョとは。よし、金貨でいっぱいにするとどんな願いも叶うというこのバンク、すぐにいっぱいにして俺様の願いを叶えてみせるぜ。行くぜ小僧。てめえの金貨は俺様がいただいた。爪とぎスラッシュ。あれ、どこ行きやった小僧。あー、すっきりした。待てこら、俺様を誰だと思ってやがる。世界最強のバンカーウッサー様だぞ。え、世界最強のバンカー？その通り。てめえなんか俺様が本気を出せば一コロなんだよ。なんて力だ。おっちゃん、本当に世界最強のバンカーなのか？なんなんだお前は。俺はコロッケ、バンカーコロッケだ。俺はバンカーコロッケ。俺はコロッケ、バンカーコロッケだ。あ、お、あれ、これってバンクじゃねえの？そっか、さっきのおっちゃんのだ。きっとたんまり入ってるんだろうな、金貨。なんせ世界最強だもん。1枚しょぼー。でもまあ金貨は金貨だ。とりあえず、やがれよ。やめてください。このペンダントはおじいちゃんにもらった大切なものなんです。それがペンダントだと？そうです。ふざけるな。これは俺たちバンカーが血眼になって探してる金貨じゃねえか。よこせ、お前ら一般人には宝の持ち腐れよ。やだ、離してよ。やめろ。ん？いい加減にしろと言ってるんだ。頑張れ父ちゃん。パパやめて。これ以上その女の子に手を出してみろ。いくらバンカーでも許さないぞ。許さないよ。
何がおかしい。冗談だよ冗談。俺たちバンカーが一般人相手に本気で絡んだりするわけないだろ。なんてこと言うと思ったか。いいか、みんな聞け。このアブラミー様に逆らうとどうなるか、よく覚えておくんだな。うわ、それよっとして。うん。いいな、それ。け、てめえもバンカーか。横取りはさせねえ。ねえ、あいつやっつけたら、それ俺にくれる？え？あの巨体をたった一撃で。ありがとう。これ約束だから。違う違う、俺が欲しいのはそれ。え？あ、そうなんだ。テトっていうの。あなたの名前は？俺コロッケ。うめえなこれ。こらー。お？何勝手に食っとんじゃこの。おじいちゃん、どこ行ってたのよ今まで。あ、いや、すまんすまん。夜年並みでトイレが近くなっての。あ、いや、そんなことより、そりゃわしのアイスじゃぞ小僧。わじの愛情が。また買ってくるわよおじいちゃん。それよりおじいちゃんがいない間に私バンカーに絡まれて大変だったんだから。なんじゃと。それをコロッケが助けてくれたのよ。そうか、それはすまなかった。孫のテトが世話になったの。わしはタロというもんじゃ。え？おお、バンカーだったのか少年よ。うん、ブヒ。こりゃ珍しい、生きているバンクか。こいつはメンチ。へえ、こんなバンクあるんだ、かわいい。よろしくね、メンチ。ブヒ。こう見えてもおじいちゃん、昔はバンカーだったのよ。ん、見よ、この不敵な面構え。バンカー時代の名残を感じぬか。全然。甘いね。そうか、金貨も止めて一人旅とはの。一人じゃないよ、メンチも一緒だもん。ブヒ。金貨というのはの、遥か昔から伝わっている、どこにどれだけあるかもわからぬ謎に包まれたものでな、誰かが作ったのか、それとも元からこの世にあったのか何もわからん。じゃが、とてつもない力を秘めているがゆえに、金貨見つかるところ、金貨をめぐってバンカー同士の争いが絶えんのじゃ。バンクを金貨でいっぱいにすれば、神様が出てきて願いを叶えてくれるんでしょ。それは魔人バンキングのことじゃな。確かにバンキングは一つだけ願いを叶えてくれる。だがの、願いを叶えてもらおうと金貨を集めるバンカーの中には、理不尽な行いをする者もたくさんおって、人々から忌み嫌われておるのもまた事実じゃ。コロッケはそんなバンカーじゃないよ。ねえコロッケ、コロッケの願いって何？俺の願いは